カブラ・ペウティンゲリアーナに記述されたイタリア本土と、属州シチリア・イタリア本土は、共和制後期もしくは、帝政時代における古代ローマの本土で、現在のイタリアの領域とほぼ重なる。はじめイタリア半島中部の都市国家から始まった、ローマは、次第に勢力を増して、イタリア全域を支配下に収めた。ローマはさらに、イタリア以外の地域も支配下に収めるが、この時点ですでにローマは、 同じラテン人やイタリック人が住むイタリア半島部の住民を同盟者として扱う一方、それ以外の地域は属州として植民地化するなど異なる扱いを行っていた。だが、共和制中期まではあくまでローマ共和国は都市規模の国家であり続け、イタリア国家同盟の名手という立場に止まった。このローマ市同盟市属州という時代は、同盟市戦争によって、 変化の時代を迎え、全同盟詞は、ローマに併合されて、地方自治体となり、ローマによるイタリアの正式な国家統一が果たされた。以降、名実ともに、イタリア半島は、ローマの本土、本国となり、その後の帝政期では、帝国の中枢部として確立された。イタリアという地名は、ストラボンによれば、アペニー半島と呼ばれる地域の国一部を指すもので、あったという。 だが時代が流れるにつれ、半島部全体を指す用法へと拡大され、いつしかアペニン半島全体をイタリア半島というようになった。同盟史戦争の後、前日の通り、ローマ共和国の地方自治体となったイタリア諸都市であったが、ローマ共和国の行政制度は都市国家制度のままであった。つまり、行政上は無数の村落と、都市からなるイタリア全域が、 ローマ市という町の市内であるという奇妙な状態が形成された。こうした制度の一例として、ローマ市内に軍を展開してはならないという法律が、そのままイタリア全域に軍を展開してはならないという法律へと拡大された場合が挙げられる。これはルビコン川のトかというユリウスカイサルの著名なエピソードの原因となった。アウグストゥステによって訂正以降が確立されると、 皇帝は本格的にローマを本土と属州からなる集権国家として再編した。帝国の本土は行政区という区分けで統治するものとし、イタリア半島にその行政区を設置した。これによって、イタリア半島は国家の本土としての立ち位置を強めることとなった。また、アウグストゥス帝はイタリア半島と地理的に近く同化されており、王子。 ユリウス・カイサルによって、全住民に、ローマ市民権が付与されていたイタリア大陸部にも、行政区を設置した。これは、イタリア大陸部が事実上、半島部と共に、本土へ編入されたことを意味した。紀元前27年、アウグスティスは、帝都ローマを中心とするイタリア半島、大陸部に11区の本土行政区を設置した。帝政時代のイタリア本土における、 行政区帝国の中枢としての地位を確立したイタリア本土領は、それまで狭いローマ市内に限られていたローマ文明の富と栄光を得て、大変に繁栄した。豪農たちによる農業生産はピークに達し、無数の職人衆が装備品、工芸品などの工業製品を広大な帝国全土に供給した。そして何より俗衆との独占的で支配的な貿易は、 多くの大商人たちによって巨万の富へとつなげられていった。環境の向上によって出生率も飛躍的に改善し、紀元前28年には406万3000名であったローマ市民権所有者数は西暦14年時点で493万7000名にまで増加した。アントニウスピュース帝時代に発行された通貨。里面にはイタリアを擬人化した女神像が描かれている。 ユリウス・クラウディウス・朝、フラビウス・朝、ネルーア・アントニノス朝を経て、セウェルス朝に入ったあたりから、帝国の繁栄に、陰りが見え始める。イタリア本土もまた、カラカラミカドが、アントニヌス直令によって、全族州民を本国民としたことで、帝国本土としての立場がほとんど失われてしまった。セウェルス朝断絶後の3世紀の危機は、内乱と蛮族の侵入を招き、 三世紀末にはついにイタリアにまで戦火が及ぶようになった。このような状態で皇帝となったディオクレティアヌス帝は新たな制度改革を推し進め、いわゆるテトラルキア制による帝国領土の4分割を行った。テトラルキアにより帝国の属州は4つの地方領へと再編成され、また皇帝権も2人の制定と2人の副帝によって4つに分権された。 改革の結果、帝国を実質的に支配する皇帝や副帝たちは、それぞれの地方領の中心都市に常駐するようになり、首都ローマの統治は、ローマ市長官が行うことが一般となった。帝国の首都は引き続き元老院がある、ローマ市とされていたが、皇帝や副帝が常在する各地方領の主要都市が、帝国の新たな政治、経済、軍事の中心となり、元老院と皇帝が共に、 ローマ市にあった時代に比べれば、帝都ローマの地位は低下した。そして、本土の要であるローマ市の失意は、イタリアの重要性をも失わせた。また、テトラルキア制の中で、イタリアはイタリア、北アフリカといった南西部を担当する西方皇帝の地方領へ編入されたが、西方皇帝支配下のイタリアは、首都近郊管区と食料供給区へとさらに分けられていた。 ローマ市への食料供給を維持するため、地方領の中心都市メディオラルムの支配を受ける地域とは別に、それまで同理程度ローマを中心とする地域を設けたものである。加えて、イタリア地方領を支配する西方皇帝にとって、イタリア本土なしに他の地方領と対等な働きを行うことは不可能であった。ゆえに、イタリア本土は行政区を再編した上で、 食料供給区と首都近郊管区に分けられたが、これは長年一致してきた本土行政区が2つに分断されることを意味した。一方、シキリアやサルディニア・コルシカといったイタリアリ東部は新たに首都近郊管区へ編入された。初期テトラルキアの区分帝国の衰退により、蛮族侵入が帝国の最重要課題となると、皇帝は侵入に合わせて、 東方の土地に赴く機会が増えるようになった。コンスタンティヌス一世が皇帝に即位すると、コンスタンティノスは、東方皇帝領であったコンスタンティノープルを新たな東方の拠点として、宣言、首都ローマ市に倣って、元老院などいくつかの行政施設をコンスタンティノープルにも設けた。しかし、当時は、コンスタンティヌス一世がローマに代わる、新しいローマを建設したという考えは、 存在しなかったようである。コンスタンティヌス以降の皇帝たちもコンスタンティノープルに常住したわけではなかったし、当初は法務官、五民官、財務官、首都長官といった重要な首都機能もコンスタンティノープルには整備されていなかった。コンスタンティノープルがその重要性を増した5世紀後半においても、ローマ帝国全体の首都はローマ首都されており、その権威は 東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルより上位のものとされた。テオドシウス帝の死後、東方皇帝と西方皇帝の対立が深まり、西ローマ帝国、東ローマ帝国とも呼ばれる東西の政治的分離が発生する。その中でイタリアは帝国西方の中心地となったが、西ローマ皇帝の宮廷はテトラルキア制に従ってメディオラヌムのままであり、 また後に宮廷が移された際も、帝とローマではなく、ラベンナが選ばれた。ノティティア・ディグニターティムによれば、420年にイタリア行政区の大規模な再編を行ったという。しかし相次ぐ蛮族の侵入に、西方皇帝は有効な対処を行えず、蛮族が幾度もイタリアを脅かす日々が続いた。族のアッピラによって、イタリア北部は壊滅的な打撃を受け、 また、バンダル族によって、帝都ローマが略奪されるなど、三世紀の危機にもなかった、戦火がイタリアを襲った。五世紀後半に入ると、西方帝国の俗州はほとんど蛮族に奪われ、さらに、イタリアも皇帝の後ろ盾となった蛮族によって統治される、時代となっていた。476年に、ロムルス・アウグストゥルスの大位と、 オドアケルによる西方天位の東方皇帝への返還によって西ローマ帝国からローマ皇帝の地位は消滅した。以降、オドアケルは東方皇帝よりイタリア領主の地位を与えられローマ皇帝の代官としてイタリアを統治した。オドアケルの後には東後東王国の王が概ねこの地位を踏襲し77年間にわたってこうした支配方法が続いた。 533年、東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世の命を受けたベリサリウス将軍によって、東モ王国は滅ぼされ、イタリアは再び、ローマ皇帝の支配下へと戻った。しかし、ユスティニアヌス一世はイタリアを本国とすることはなく、ラベンナ地方区として総督による統治を継続した。しかし、6世紀中には、イタリア全域がランボバルト王国の帝へと移った。 8世紀にランボバルト王国が滅ぼされた後は、強行領や神聖ローマ帝国、バイキングアラブ人などによる分立の時代を迎える。イタリアが再び一つの領域として大部分がまとめられるのはサルデーニャピエモンテ王国によるイタリア統一後のこととなる。ありがとうございます。